始まるよ。美味しいリーズナブルを求めてまたこの町に来ました。ここはどこでしょう？大阪天満にある天満食肉センター。レトロな雰囲気の店内、店内はお客様でいっぱいでワイワイにぎわっています。何はともあれ乾杯。ウクハワーたまらん天満ハイボール290円。安心価格。大阪に着いたばかりなので楽しみたいと思います。キターは肝130円かける2。さすが食肉センター、お肉のプロ。表面はカリカリに焼かれて香ばしくいい香りがします。いただきます。おいしい。中はクリーミーでコクがあり、臭みもなくておいしいです。焼き加減はこんな感じ。こちらは長芋揚げマヨポン550円。見てわかるように表面カリカリ、中はホクホク。これは長ネギと相性良いですね。お酒が進みます。豚バラ130円 ×2、 白90円 ×2。 こちらのお店の串は2本からじゃないと注文できないので注意してくださいね。タレがしっかり絡んだ白、もはや芸術です。ちょうどよく天満ハイボールのおかわりが来ました。白は白もつのことですね。早朝や大腸の部分で色が白いところです。癖はなくて弾力のある食感が魅力です。元気はつらつとミーボーやって誰かな。ごちそうさまでした。軽く飲めて満足です。メニューチェックです。ハイボールは天満ハイボールの他に白ハイボールもあります。次へレッツゴー。ここはどこでしょう？アカシア天満店。お席空いてるかな。乾杯。無事に入れました。2軒目はビールでスタートです。アサヒスーパードライエクストラゴールド213円。生酒213円。生中飲んでみて。スーパードライエクストラコールド飲んでみて。わかんね。自他ともに認める味覚音痴です。すみません。お通し3種類から選べました。お通し320円、おでん5品盛り429円。安い。店内にぎやかです。カツオ刺し198円。カツオ確かにお手頃なお魚ですが、お店でこんなお値段で提供して大丈夫なんですか。すごすぎです。まずはお通しのオクラなりあえいただきます。ねばー、体に良さそうですね。続いてきんぴらごぼう。食物繊維がお腹に良さそう。
どちらも罪悪感なしの優秀なおつまみですね。税込み198円のカツオ、透き通るような綺麗な赤で断面がツヤツヤ、伝わるかな。とりあえずビール飲んで、カツオに向かいます。薬味を忘れないでね。口元にやついていますよ。そこへすかさず夫、急におでんをお寿司に来ました。あ、ありがとう。いただきます。どれどれ、カツオにはビタミン B が含まれてて、疲労回復に良いですね。イメージ通り。こちらのコロッケは一番びっくりしたお食事です。名物コロッケ49円×2、いくらなんでも安すぎです。揚げたてだからな。やけどに注意してね。こちらのコロッケの評価は、三日月になったおでん、味が染みてる。コロッケが49円ってレベチですよね。こんなの初めて。うまっ。イメージしていたより甘くてむせました。ホクホク。こちらのキャベツは串揚げを注文すると一皿いただけるようです。串カツ6本特盛り759円。レンコン、赤ウインナー、エビ、うざら、牛、豚。串揚げは二度漬け禁止と書いてありますが、ソースは容器から直接かける仕様です。メニューチェックです。飲み物は全部お安いのですが、アップイヤワーはなんとハイボール39円、激安です。お刺身はクジラベーコンみたいなちょっと変わったのもあります。鯛めし290円も次回いただいてみたいです。お昼は550円から定食があります。注文はタッチパネルなのでメールを書いて。お会計はごちそうさまでした。乾杯したい。JR 天満駅はすぐそこです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンいただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。おしまい。